それで、中国の膨大化という問題があってね、でかつ私は分裂しない国だってことを知ってるから、それで中国の問題でね、まあ去年の2月オバマ政権が実は1月できる前にね、世界戦略家であるブレジンスキーという男とキッシンジャーというこの悪いのがね、2人が北京を訪れて G2 という構想の最初を出したわけ。これはグループオブツーと訳すんだけど、中国とアメリカという2つのガバメントでね、世界を管理支配しようという申し出。実は今ね、いろんな厳しいところあるけれども、中国とアメリカはね、上のところでは仲良くしてるんですよ。で日本はね、その真ん中に置かれてね、かわいそうっていうような状況で締め殺されそうになってるとも言えるわけ。だからこれが戦後の吉田茂系のね、政府三角論で、日本が真ん中にいて中国とアメリカで正三角形がいいという理論がね、外交理論の吉田ドクトリンとそこまで読んでいいと思うけどね、ある。それに対する賛否問題は一応横に置くとして、私はね、ただ世界をワシントンから見てる人間ですから、あの日本、失礼だけど日本ごときで世界政治は動かないんですよ。日本はほんの一部ですから、自分が守るべき分を一生懸命守ればいいんであって、不思議なことにね、アメリカだって中国だってね、自分は包囲されてると思うんですよ。自分はいつもいじめられてると思ってるんですよ、人間っていうのは。大体自分だけが追い詰められてると、帝国ですら思うんだよ。普通の個人もそう。私はもう50歳越してね、余裕ができましてね。帝国って不安の塊ですからね。そうそう失うべきものの塊です、ね、そうそう。でサラリーマンもみんないつ会社辞めさせられるかと、もう不安だけで生きてるんだけど、50歳越して私は非常に余裕ができてね、自分が戦ってるあいつらも大変だなっていう気持ちが非常によくわかるようになって、どこの国も欠点と弱点とね、苦しみをいっぱい抱えてると、どんな人も抱えてると分かったがゆえに、非常に私は楽なんですけどね。まあそれは問題が一つ。あとは急に話は飛びますけど、やっぱり日本にやっぱり2000万人ぐらいのね、小沢一郎と鳩山幸男に対する憎しみを持ってる人たちがいるわけ。これは戦後いい思いをしてきた人たちなんですよ。冷戦構造の中でいい思いをしてきた人たち、ね、経営者、資産家、金持ちね、この人たちは、あとは、まあ、官僚と官僚 OB ですね。そうそう、官僚 OB やその奥様たちは、あの天下り先のね、100億200億毎年もらって、そこでいい思いをしてきた、何億円か資産を作った人たちなんですよ、みんな。そうするとね、この既得権、ベステッドエンタレストっていうんだけど、既得権益を奪い取られるのが死ぬほど嫌なんですよ。だから小沢と鳩山に対してものすごい憎しみを持ってる。それ気持ちはよくわかるけれども、やっぱり日本国民全体の幸せのためには、皆さんはあまりにも愚劣なことをやりすぎたと、そろそろもう既得権益を奪い取られてくださいとね。だから皆さんが新聞、テレビ、新聞のね、親分たちと一緒になって、官僚たちと一緒になって、小沢鳩山に対する憎しみをね、一生懸命表明するのはいいけれども、もうそれはね、やっぱりやっちゃいけないことなんですよって素直にね、言ってあげればいいんですよ。ただ聞く耳は持たないだろうから。持たないですね、それで、だけども、大事なことはね、やっぱりね、鳩山小沢政権っていうのはね、革命政権なんですよ。で民主党の若手たちは無血革命という言葉を使うのね、無血革命なんですよ。で国民民主革命ですから、国民が主権者であるっていうのはちょっと実は嘘で言い過ぎなんですけどね、国民の代表である政治家議員たちが主権者なんですよ。憲法体制を厳密に解釈しても、ソブリンティはね、王様は今、まあ、天皇は上に形だけいるけども、あの主権者は国民であるって国民の代表なんですよ。だから政治主導って言ってるわけ、政治家に権力を握らせて、官僚たちの実質的権力を叩き壊せと、ね、彼らはね、ただの事務公務員なんですよ、事務公務員の地位にまで叩き落とせと、それが本当に大事なのは、局長と事務次官を廃止しないで部長と同じって言っちゃって、給料だけ1000万円高くていいから、部長以上にはもう官僚はしないと、で官僚という言葉ももう消してしまえと。でこれは職制のね、法律一本改正しなくてもできるんですよ。ただ公務員制度改革法っていうのを今度出しますけどね、あの彼らはもうすでにね、事務次官と局長というのは政治家の若手がなればいいんだと、イギリス方式なんです、イエスミニスターというね、テレビ番組で1960年代の BBC の番組でイギリス国民はもう勉強したんですよ。それがアカウンタビリティという言葉なんです。このアカウンタビリティというのは説明責任ってカレル・バン・ウォルフレンが日本に持ち込んだんだけどね、大きな金額の数字のアカウントされた大きな話は大臣が、政治家が責任を取れと、各個別の小さな金額のことは、あの事務公務員たちが、あの政治家に向かって説明せよと。で議会では政治家だけが、国民の代表だけが
権力とね、かつ責任を取れということをね、1960年代にイギリス人がもう学んだんですよ。それを今の民主党政権はね、勉強しに行ってる。ところで、ただ河野太郎だってね、私が唯一保守派で若手で期待してる渡辺芳美、河野太郎だって、この2人もよく分かってることなんですよ、自民党時代から。だから私はその国民の代表者たちに権力を握らせようと。あと一つ大事なのは、デモクラシーというのは民主で義、民主政治って本当は訳さなきゃいけないんだけど、これの根本は自分たちの代表者にパワー、権力を握らせようと。で、私らが危ないことした、ダメなことした、国民を不幸に陥れるときはもう一回選挙をやって叩き落とせと、次の人に取って帰ろうと。このデモクラシーの定義の一番大事なところをね、戦後65年アメリカが日本をね、飼育したくせに教えなかったんですよ。だから政権交代があって初めてデモクラシーなんですよ。そのことを小沢が言い続けて、国民の生活が第一といったことが非常に大事で、そしておそらく矢上さんと今私が考えている結論で大事なのは、今民主党、鳩山小沢民主党がね、革命をやろうとしてるんだということを、僕らがそれを受け止めて知識人としてあと一歩進めていくとすると、やはり先ほどの最初から話してあったように、やはり日本独立という言葉をね、矢上さんが私に言ってくれたので非常にありがたかった。独国日本論を提唱したのは日本、私なんだけども、そこはできるだけの範囲での独立というね、ことを、アメリカからの部分的独立ということを中心にした現実味のある独立論なんですよ。しかしそれを民族解放戦線を作って戦うぞとまでは言わないからもっと仲良く戦、仲良し戦線がいいと思うんですけど、日本の今の代表者たちがしっかりしてるわけだから彼らを支援する形での国内における各勢力のね、金持ちから貧乏な人たちまで全部合わせた。だから私はもうここまで言いますけど、あえてね、やっぱり佐藤勝さんが中心でいいと。佐藤勝さんっていうのはね、立花隆みたいなとんでもない男とかね田原総一郎みたいな許しがたい男たちまでも対談して取り込むんだという幅広いイズムと私は呼んでんだけど、その中心にいてもらってありがたいと。で、私みたいな左翼みたいなね、男まで対談出すわけだから、国民統一戦線というのはそういうものでなきゃいけないんだと。だから矢上君にね、そこを理解してもらいたい。いやいや、それは大変結構なことだ。なぜなら敵に回す必要はないんですよ、同じ日本人同士としてね。